平野紫仕様の弟平野陸が妹との可愛らしい時間を公開。絶対美人じゃん。可愛すぎの声が殺到。チーク歌詞を作りながら成長する陸の姿に胸キュン。夏休みのエールも忘れずに、ファン待望の一面が垣間見える。平野紫仕様の弟平野陸が、愛らしい妹とのほんわかした時間を公開しました。 SNS での投稿にファンからは絶対美人じゃん。可愛すぎといった賞賛の声が相次ぎ注目を集めています。チーク歌詞作りを通じて見せた兄弟の絆と夏休みのエールも必見です。平野陸、妹とのニエスを報告。アーティストの陸スコトッと、平野陸が4日に自身のインスタグラムで妹との思い出深い時間を公開しました。 くんの弟としても知られるリクは、今日も暑かったね。今日は夏休み中の妹とチーク歌詞を一緒に作って遊びました。とファンに向けて報告。兄弟の絆がにじむコメントとともに、妹と過ごす楽しい時間が伝わってきます。リクが妹の成長を感じる日々について語る中で、彼の優しい心遣いがにじみ出ています。 学生たちに向けては夏休みしっかり楽しむんだよ。簡単ふ、宿題はやるんだよ。熱中症に気をつけてね、とエールを送っています。謎めいた妹の存在にファンも歓喜。陸が公開した写真の中では妹の顔がスタンプで隠されているものの、それでもファンからは熱烈な反応が寄せられています。 紫輝くんトリックくんの妹と知り、羨望の声が広がっています。紫輝くんトリックくんの妹とか幸せすぎん絶対美人じゃん。顔を見なくてもわかる。可愛すぎ、こんなイケメンのお兄ちゃんたちに愛されるの羨ましい。と、ファンからは妹への温かい愛情が溢れています。ファンの心をつかんだリクの魅力。 なぜリクの投稿にこれほどまでに多くのファンが反応したのでしょうかそれは彼の魅力が投稿からも伝わってきたからです。リクは元キングプリンスへの平野潮の弟として、自身もアーティストとして活躍していますが、兄弟愛や,や家族との絆を大切にする姿勢が彼のファンを引きつけてやみません。リクの投稿には常に温かさと人間味が感じられ、 ファンからのコメントにも丁寧に返信する姿勢が伺えます。そんな彼の素直な心にファンは共感し、ますます彼を応援したくなるのでしょう。また、彼が妹との楽しいひと時を報告したことで、ファンたちも一緒に楽しい時間を過ごしているような気分になれたのかもしれません。兄弟の仲の良さが感じられる投稿は、多くのファンの心をほっこりさせました。 夏休みのエールでファンへの思いを伝える。リクは投稿の中で学生たちに向けて夏休みの過ごし方や注意喚起を行っています。これは自身も学生時代を過ごした経験から来る温かい思いやりの現れと言えるでしょう。ファンへのエールは彼のファンへの深い愛情と心遣いが現れています。 アーティストとしての活動だけでなく、人としてのリクの姿勢に、ますます多くの人々が共感し、彼を支持する理由となっているのかもしれません。平野仕様の弟平野リクのインスタグラム投稿は、妹との楽しい時間と温かいエールが詰まった素敵な内容でした。ファンからは、絶対美人じゃん。可愛すぎという賞賛の声が寄せられ、その魅力が改めて証明されました。 彼の投稿から伝わる家族愛や人間味に多くのファンが共感し彼の活動を支持していることが伺えます。今後もリクの成長と兄弟の絆に期待が高まりますね。彼の活躍に目が離せないファンは引き続き SNS やメディアでの情報に注目してみてください。リクからのさらなる心温まる投稿にきっと癒されることでしょう。